スウェードはイギリスロンドン出身のロックバンドである1989年結成。デビュー当時はボーカルのブレッド・アンダーソンとギターのバーナード・バトラーを中心にデビッド・ボーイやザ・スミスらに影響を受けた短微的な音楽性で90年代の UK ロックシーンに衝撃を与え後のブリッド・ポップのきっかけを作ったとも評価されている。メンバー間の不仲により バーナードが脱退した後も、新メンバーの加入を経て90年代を通じて、人気を維持した。アメリカでは、同名の女性シンガーから訴訟を起こされたため、ザ・ロンドン・スウェードという名義で活動していた。2003年に活動休止を発表。メンバーはそれぞれソロ活動を行っていたが、2010年にアルバム、カミングアップ期のメンバーで行った人よ限りの再結成ライブが成功したのを機に、 本格的に活動を再開している。2011年にはすべてのオリジナルアルバムがリマスター版として再発された。1989年にイギリスの田舎町ヘイワーズヒースからロンドンの大学に進学してきたブレッド・アンダーソンとマット・オズマンは当時ブレッドのガールフレンドだったジャスティーン・フリッシュマンと共にバンドを結成する。バンド名はジャスティーンの提案により スウェードと命名された。その後 NME に出したギタリスト募集の広告をきっかけにバーナード・バトラーが加入。ドラムは当初ドラムマシーンで代用したり、元ザ・スミスのマイク・ジョイスや後にエラスティカのメンバーとなるジャスティン・ウェルチが一時参加するなど、なかなか定着しなかったが、1990年にようやくサイモン・ギルバートが加入。1991年に ジャスティーンがバンドを脱退するも、その頃からライブ活動で徐々にプレスから注目を浴び始めたスウェードは、1992年に無名のインディーレイーベルだったヌードレコーズと契約を結ぶ。1992年、デビューシングルザ・ドラウナーズのリリースを控えたバンドを音楽し、メロディーメーカーがイギリス最高のニューバンドと称賛したことから一躍注目を浴びる。 同年9月発表のセカンドシングルメタルミッキーは全英トップ20入り1993年2月発表のアニマルナイトレートは全英トップ10入りしたことからインディーバンドとしては当時異例ながら全英にテレビ中継されるブリッドアワーズに出演が決定バンドはアニマルナイトレートを演奏したがブレッドはマイクのコードで自らのお尻を繰り返し叩くなど 刺激的なパフォーマンスを披露。それまでスウェードを知らなかった人々にも衝撃を与えた。1993年3月、ファーストアルバム、スウェードをリリース。発売1週目で10万枚を売り上げ、全英1位を獲得。当時のイギリスでのデビュー作最速売り上げを記録し、その年のマーキュリープライズのベストアルバムオブザイヤーにも選出された。 ブレットの中性的な歌声とバーナードのうなるようなギターのコンビネーションはザ・スミスのモリッシーとジョニー・マーの関係にも例えられた。また、同性愛、近親感、重感などを扱った刺激的な歌詞や大衆を墜落させたい。僕は男性経験のないバイセクシャルだと言ったブレットの発言。この発言を受けてサイモンが僕は異性経験のないバイセクシャルだと自らが 本物の芸であることをカミングアウトするなど、スウェード現象はマスコミの報道を通じてますます大きくなっていった。しかしバーナードは音楽以外の面でも話題になるバンドに対して、とりわけブレットに対して嫌気がさしつつあった。しかしそんな中にあってもセカンドアルバムのレコーディングは進められ、8分にも及ぶ対策シングル、ステイトゲザーは前衛3位と最大のヒットになった。 しかしセカンドアルバム完成直前にメンバー間の不和は頂点に達し、1994年にバーナードがバンドを脱退することが発表された。残されたメンバーは活動続行を決意し、バンドは音楽雑誌に匿名で名の知られたバンドがギタリストを探しています。黒刀ツインズ、スウェード、ビートルズの影響を受けていますというメンバー募集広告を打ち、 600の応募の中から当時17歳のリチャード・オークスを加えて活動を再開。1994年10月に発表されたセカンドアルバムドッグ・マンスターはオーケストラの大々的な導入や大敗的な雰囲気を強めた内容が高く評価されたものの当時はバーナード脱退騒動の影響もあって前衛3位までしか登らずチャートからはすぐに姿を消した。 またその直後、オアシスやブラーなどによるブリッドポップムーブメントが勃発し、プレスの関心はそういった新人バンド群に集中したことから、スウェードはこの時期終わったバンドとして見られるようになった。1996年1月、キーボードにサイモンのいとこであるニール・コドリングが加入。この五人編成でレコーディングされたサードアルバムカミングアップはこれまでよりも 明るくポップになったとも評され、先行シングルトラッシュの大ヒットもあって、全英1位を獲得。デビューアルバムの倍近いセールスを上げ、スウェード最大のヒット作となった。またアルバムからは、ビューティフルワンズやサタデーナイトなど、敬語曲がシングルカットされ、そのすべてがトップ10入りした。百九十七年にシングルの B 面曲を集めた、 サイファイララバイズを発表。この時ロンドンのみで B 面曲のみのスペシャルライブもファンクラブで披露された。1999年、フォースアルバムヘッドミュージックを発表。ダンスミュージックの要素を取り入れるなどの新たな試みが見られたが、前作の爆発的なヒットには及ばず、アルバムの内容も賛否両論となった。ヘッドミュージック収録時の問題は、 以前からのブレッドの薬物中毒が悪化したことにあり、後にこの頃の薬物付けの日々を後悔しているとメンバーはコメントしている。2000年には5枚目のアルバムのレコーディングセッションがスタートしたが、2001年にはキーボードのニールが慢性疲労症候群という難病によりバンドを脱退することが発表され、後任に元ストレンジラブのアレックス・リーが加入。 またプロデューサーのトニー・ホッファーとのレコーディングもすべて没にして新たにスティーブン・ストリートを起用してレコーディングを再開。このようにアルバム制作が長引くにつれて費用がかさんだことも一因となってか彼らがデビューから所属していたヌードレコーズが倒産してしまう。結局バンドは新たにソニーと契約を結び2002年にフィフスアルバムニューモーニングを発表。 アルバムはそれまでの短美的な雰囲気は消えてアコースティック主体で歌詞も前向きなものが増えた。この方向転換は従来のファンから猛烈な反発を受け前衛24位とセールス面でも大きく失敗した。2003年ベストアルバムシングルズを発表。これに合わせて同年9月にこれまで発表した5枚のアルバムを丸ごと1枚演奏していく。 というユニークな企画での5夜連続のコンサートを行った。スウェードとドッグマンスターの日が特に人気で、チケットには数十万円のプラチナ価格もついたと言われている。同年11月、バンドの公式サイトを通じて、当分の間、スウェードの名のもとにおいて、いかなるプロジェクトも行われることはないだろうと、活動停止を発表した。同年12月、 スウェード最後のライブでブレッドは、ファーストアルバム収録曲をもじって、来世で会おうと言い残して、スウェードの歴史は、一旦ここで幕を下ろした。スウェード活動を休止すぐに、ボーカルのブレッド・アンダーソンは、断絶状態と言われていたバーナード・バトラーとの、復縁が伝えられ、2004年にザ・ティアーズを結成。2005年にファーストアルバム、ヒア・カム・ザ・ティアーズを発表。その年の8月には、 サマーソニックへの出演を果たしたが、アルバムの商業的不振により同年秋には、レーベルから解雇され、予定されていたツアーはすべて中止。そして、ブレッドの自身のソロ活動を追求したいという意向により、ティアーズはスウェードと同じく活動休止となっている。ザ・ティアーズのライブ2007年、ブレッドが初のソロアルバム、ブレッド・アンダーソンを発表。2008年には、 自主レーベルから、ウィルダネス。2009年には、スロー、アタックと、1年に1枚のハイペースで、ソロアルバムを発表したが、商業的成功には恵まれなかった。ブレットは2007年のインタビューで、バンドの再結成ってのは、かなり哀れだと俺は思うよ。ちょっと絶望的っていうかさ。でも、このセリフに俺自身が、っぺ返しを食らう可能性もあるかもね、と。 スウェードやザ・ティアーズの再結成を完全には否定しない発言をする一方で今後しばらくはソロ活動を続けていく意思も表明していた。しかし2010年にはチャリティーコンサートのためにカミングアップ期のメンバーで人よ限りの再結成ライブを行うことを発表。ちなみにこの再結成ライブにはバーナードは誘われなかったため参加しなかった。それにもかかわらず ライブは成功し大好評となったことから、人よ限りというのはなかったことにされ、ヨーロッパの各フェスティバルや2万人収容のオ大ーにーアリーナでライブを行った。ブレッドによると、2011年以降も活動は継続されるであろうとのことである。2013年、約10年半ぶりにアルバム、ブラッドスポーツを発表した。日付は英国での発売日を示す。A とは、 イギリスの UK アルバムスチャートの、米は、アメリカのトップヒートシカーズ、日は、日本のオリコンにおける、チャートの最高位を示す。初来日2度目の来日3度目の来日4度目の、来日5度目の来日6度目の来日7度目の来日。ありがとうございます。